背中に取り付けるとこんな感じ。激渋ホークアイ。サングラスも相まって、これ、めっちゃくちゃかっこいいね。アベンジャーズ、アッセンブル。皆さんこんにちは。ジェイズホビーベースへようこそ。さあ、やっと、やっとですね。映画アベンジャーズの初期メンバーの2人のフィギュアーツが届きました。さあね、どっちからレビューしようかなと思ったんですが、僕の動画内でね、まだ一度も紹介していないこちら !SH フィギュアーツ、アベンジャーズ、ホークアイを紹介しまーす。こちらの商品は2021年10月に魂ウェブ商店限定で発売されました。アベンジャーズの一員として活躍しました弓の名手ホークアイ、こちらは映画アベンジャーズ仕様で、ロキの持つマインドストーンで操られたホークアイも再現できるという商品です。さあ、このホークアイあたりから顔の造形技術も進化しているというフィギュアーツ、どんな出来になっているのか早速パッケージから見ていこう。レイアウトはいつものアベンジャーズ仕様で、こちらのホークアイのイラスト、肩の三角筋がムキムキでかっこいい。名前はシルバーでホークアイアベンジャーズ、横はグラサンホークアイ、長縁じゃないよ。後ろ背中で語っちゃうもよし、もちろんホークアイだから弓を使っていろいろポージングが楽しめそうだね。ヘッドパーツは3つ、グラサンと洗脳された青い目とノーマルの目なのかな、険しい表情のヘッドもついてます。反対こんな感じで、下と上。では取り出してみよう、ホークアイカモン。おー、でっかい弓に矢もついていて、ハンドパーツ、顔も3つと、いやー、いいホークアイだこれは。で、取り節じゃね、ブリスターから取り出してじっくり見ていこう。まずは造形を見ていこう。全体はこんな感じ。お顔はどうでしょうか。サングラス状態が標準で入っていましたが、あまりにも顔がクリソツなんで、まずはね、このノーマルのジェレミー・レナーの顔から見ていこう。いやー、これほんともうね、細かいこと抜きにしてそっくり。いいですね、フィギュアーツ。ここまで似るようになってきたんだね。しかも、このフェイスパーツ、眉間にシワが入っていて、戦いの緊張感が出ていて、最高ですね。横はこんな感じ。髪の毛のモールドも素晴らしいですね。後ろも細かくて、つむじがここにあるってことがわかる。これは本当にいいフィギュアだ。上から見ても髪の流れが細かいです。体はどうかな?いやー、本当にね、ため息が出ちゃうほど、こちらも再現度が素晴らしい。胸のこちらは紫、濃い紫かな。で、黒の部分だったり、そして金具のこのシルバーの塗装がね、今回至るところ細かく入ってるんです。上を向かせた場合もね、しっかり途切れないように入ってるのがいいですね。モールドだったり、ここはね、ザラザラしたモールドで、こちら黒の革の部分かな、左胸にはシールドのマークが入っています。首の部分のボタンの造形もいいですね。腰はベルトのバックルがシルバーで塗装、そしてサイドの金具の部分まで造形がありますね。肩は細かい横のラインが入っていて、たくましい腕、そして前腕、左手首には弓を射るためのグローブのようなものがついていますね。茶色の塗装とシルバーの塗装も入っ
ています。ここら辺の細かい秒の造形もいいですね。そして指には指3本黒い部分も塗装が入っています。前腕は左右デザインが違います。右腕も見ていこう。内側にはこれ何なんだろうね、金具でシルバーの塗装があります。そしてベルトが4本出ていて、こんなところ小さい金具の造形と塗装があります。いやー、これは素晴らしいですね。背中はこんな感じ。中央には矢筒を刺す穴があります。その他モールド細かく作られてますね。後ろから見ても作り込みが素晴らしい。下半身ズボンのシワの感じもいいですね。そして細かいベルト、そして金具の造形塗装バッチリです。裏側も右の太ももにもう一つベルトがあるんだね。ブーツはこちらも細かくてかっこいい。なんとですね、ここ紐の、結ぶところ、ここもシルバーで塗装細かく入ってるんですよ。いやー、フィギュアーツめちゃくちゃいい仕事してる。ブーツ後ろ側のこのジッパーのここの塗装もいや素晴らしいですね。本当に嬉しくなっちゃうな。足の裏もちゃんと造形があります。パーフェクト。次に可動を見ていこう。頭部は頭の下と首の付け根2つで可動があります。首も曲がりますね。で、傾きも良好ですし、おすごいなそして前後もね、前、うつむき素晴らしい。そして上もこんなに向けるんだよね。これはいいですね。体は溝落ちの下と腰で回転ができますし、傾きも良好です。上下は下を向かせるとこう、上もいいね。肩は上下の引き出し可動、そして前後に引き出しがあります。真横に上げると90度以上、もちろん360度回ります。上腕のロールはありませんが、肘を曲げてここまで、そして肘の部分で左右の回転がありますね。手首はよく動いてくれます。あー、取れちった。下半身、残念なのはね、この付け根の上下可動がありませんでした。これちゃんと足上がってくれるかな、ちょっと不安なんだけども、動かしてみよう。太もも左右のロールはあって、真横に上げるとここが限界ですね。開脚ここまでか、ちょっとここ残念ですね。足を前に上げるとここまでで、横に逃がせばさらに90度近く上がってくれますね。で、膝を曲げるとここまで合格点かな。で、足を後ろに投げるとちょっとだね。足首は上、動いてくれますね。で、つま先の可動もあります。左右のロールもあるのが嬉しい。もちろん内側外側にもよく動いてくれます。今度は付属品を見ていこう。まずは交換用ヘッド、洗脳顔ですね。特徴的なのは瞳の部分が鮮やかなブルーになっています。ロキの杖、マインドストーンで洗脳されてしまったクリント・バートンを表現していると。表情も若干ノーマルフェイスよりも口が少し開いて、頭を乗っ取られている感じが出ていますね。横はこんな感じ。髪型は特に変わりはないですかね。
横にノーマルヘッドを持ってくると、表情がね、全然違くて、これはいいヘッドだ。もう一つは標準でついていたサングラスオンヘッド。このサングラスの部分は黒の塗装ですね。特徴的なこのホークアイのサングラスのデザインがうまく再現されています。まあね、欲を言えばこれ別パーツでくっついてる方が良かったかな。激渋ホークアイ最高です。続いては背中にマウントしている矢筒。こちら矢の束感がいいよね。細かいモールド、そして矢の先端の部分はシルバーで、これまた塗装が細かい、素晴らしいです。でこちらね、この部分なんとですね、これ取り外しができるんですよここにもねモールドがありまして、まあ矢を使った感がこれで出るってことだよね。こういう細かいね仕様は嬉しい限りです。細かいところで、この部分は凸と受けの形が決まってます。この2つの穴ね、はい、若干形が違うんですね。これを間違えないようにこうやってつけないとダメですね。もし左右違う形のものを差し込んじゃうと、まあ、穴がね広がってしまったりするので、ここは間違えないようにした方がいいと思います。特に違いはないんだけどね。背中に取り付けるとこんな感じ。サングラスも相まってこれめっちゃくちゃかっこいいね。ホークアイの武器、弓を見ていこう。こちら矢をつがえて引き絞っている形ですね。こちらの部分は軟質パーツやゴムではないので動きません。この矢も取り外しなどはできませんね。矢の先端はシルバーで塗装されています。弓の持ち手の部分、造形、細かいですね。まあ、ただ残念なのは、劇中で使っていたようなスコープがついていないのがちょっと残念なところ。その他の造形はとてもいいんではないでしょうか。持たせるとこんな感じ。めちゃくちゃかっこいい。ハンドパーツもね、一緒に変えて弓を引き絞ったクリントを再現してみましたけど、いいですね。この筋肉の具合もいいし、何より表情がめちゃくちゃいいです。いやー、この再現度本当に高いですね。弓はもう一つあって、こちらは矢がついていない状態のもの。これもね、遊びの幅が広がりますよね。造形はこんな感じになっていて、そしてこちら面白いのが、これね、矢が折れた状態って言ったらいいのかな、先の部分とお尻の部分のこちら2つの矢のパーツがあります。左手のハンドパーツに小さな穴が開いているので、上と下から差し込めば、こんな風に矢を持った状態が再現できます。先ほどの弓と一緒に持たせれば、背中の矢筒から矢を取り出して、今から矢を射ろうとしているホークアイが再現できると、このフィギュアは本当にプレイバリューが高いです。残りはハンドパーツ、開き手と握り手でフィニッシュ。最後は大きさ比較。高さは測ってみると15センチちょっとかな。横にフィギュアーツニック・フューリーと、次回レビュー予定のアベンジャーズバージョンのブラックウィドウ。高さはニック・フューリーの方が若干高いんですね。で、ブラックウィドウとの高さも、いい感じ。洗脳させられたロキと並べるとこんな感じ。ロキは足の上下引き出しでちょっと背を伸ばしてます。でも若干ホークアイの方が高いかな。引き出しを戻すと、こんな風に
背が低くなってしまいました。こんなに背低くなっちゃってトム・ヒドルストンが怒りそうだよね。最後はアベンジャーズアッセンブル。いやー、フィギュアーツでこの時の姿でメンバーが揃うってのは本当に夢のようだね。ハルク若干見切れてるけど、まあしょうがない。高さも、うん、いい感じで揃ってるんじゃないでしょうか。本当に感無量です。というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介しましたこちら SH フィギュアーツアベンジャーズホークアイ。いや、フィギュアーツの進化は本当でした。顔のクオリティはね、マジで神レベル。ジェレミー・レナーそっくりです。またね、顔だけじゃなくて、もうスーツやブーツなんかの細かい作り込みも本当に素晴らしかったですね。可動も9大点以上。特にね、足首周りがよく動くので設置性もバッチリ。付属品もホークアイらしいアイテムが揃っていましたので、もうこれはホークアイ、ジェレミー・レナーが好きな方はね、超絶おすすめのフィギュアです。同時発売のブラックウィドウも期待しちゃうよね。お楽しみに。今回も最高でした。いつも動画を見てくれてありがとう。この動画が楽しかった、ためになったと思われた方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それからコメント何でもお待ちしております。励みになります。ジェイズホビーベースの公式ツイッターもぜひご利用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。